デビン・アルマーニ・ブッカーは、アメリカ合衆国、ミシガン州、グランドラピンツ出身のプロバスケットボール選手。身長198センチメートル、体重93キログラム、ポジションはシューティングガード、NBA のフェニックス・サンズに所属している。ブッカーは、ベロニカ・グティエレスとメルビン・ブッカーの子である。父メルビンは、水ズ大学男子、バスケットボールチームのポイントガードであった時。 1994年のビッグエイトカンファレンスの最優秀選手に選出されたことで知られている。メルビンが CBA のグランドラピッツフープスの選手としてプレーしており、そのミシガン州グランドラピッツはベロニカのホームタウンであったので、ベロニカとメルビンは出会ったのである。ブッカーはグランドラピッツで生まれ育った。メキシコ系及びプエルトリコ系アメリカ人である母親と生活する。 一方、父親はプロバスケットボール選手としてのキャリアを国際的に追求していた。ブッカーは夏休みを利用して父を定期的に訪ねた。ブッカーはバスケットボール IQ の高い父親からバスケットボールを教えられた。ミドルスクール時代、ブッカーは将来 NBA 選手となったディアンジェロ・ラッセル及びタイラー・ユリスと友達になった。 ミシシッピ州のモスポイント高校時代の2014年にマクダナルズオールアメリカンゲームのメンバーに選出されるなど有望株として注目されていたブッカーは大学は名門ケンタッキー大学に進学1年生ながらシックスマンの役割を担い NCWA の2014から15シーズンの公式戦の全38試合べてベンチ出場ながら平均10得点を記録 SEC の6万賞などを受賞し、2015年4月に2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。ドラフトでは1巡目13位という高評価を受けて、フェニックスサンズから指名された。2015から16シーズン2015年10月28日、19歳の誕生日を迎える直前の2015から16シーズン開幕戦の ダラス・マーベリックス戦で早速公式戦初出場を果たし14得点3アシストを記録。2016年1月2日のサクラメント・キングス戦で2 1得点を記録し、コービー・ブライアント、トレーシー・マグレディ、レブロン・ジェームズ、ケビン・ガーネット、ケビン・デュラント、ドワイト・ハワードらに着く10代の選手が1試合19得点以上を記録した選手となった。 その後もブッカーは先発に定着し、平均13.8得点を記録するなど活躍し、2015から16シーズンの NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。2016から17シーズン2016年11月4日のニューオーリンズペリカンズ戦で38得点。さらに6日のロサンゼルスレイカーズ戦で39得点と2試合連続で、 自己最多得点を更新。2017年1月14日のメキシコシティのアレナシウダでデメヒコで開催されたサンアントニオスパーズ戦でも39得点を記録し、108から105の勝利に導いた。2017年3月24日のボストンセルティックス戦では70得点を記録し、リーグ史上6人目となる1試合70得点を達成した。 2017から18シーズン2017年11月6日のブルックリンネッツ戦でレブロン・ジェームズ、ケビン・デュラント、カーメロ・アンソニーに次ぐリーグ史上4番目の若さで通算3000得点に到達した。2018年2月17日に行われたオールスターゲーム前夜祭りのスリーポイントコンテストに出場した。コンテストを勝ち進んだブッカーはファイナルラウンドで20。 25のシュートを決め新記録となる28点を記録、初優勝した。2月26日に行われたニューオーリンズペリカンズ戦で40得点、10リバウンドを記録、試合はペリカンズに125から116で敗れた。2月28日に行われたメンフィスグリズリーズ戦で34得点を記録、試合はサンズが110から102で勝利した。 3月2日に行われた、オクラホマシティサンダー戦で39得点を記録、レブロン・ジェームズ、ケビン・デュラントに次ぐ、史上3番目の若さで通算4000得点に到達した。試合はサンダーに124から116で敗れた。また、この試合でブッカーは4試合連続で30得点以上を記録したことになり、サンズの選手が4試合連続で30得点以上を 記録したのは2004年12月のアマーレ、スタウダーマイヤー以来となった。オフに2019年からの5年1億5800万ドルのマックス契約でサンズと契約延長した。ありがとうございます。